市営球場の閉場、撤去後、正門の名板が松山中央公園に移設された松山市営球場は、かつて愛媛県松山市の城山公園内にあった野球場。松山市が運営管理を行っていたが、老朽化のため2003年5月をもって閉場した。1948年7月開場。建設にあたっては市民の勤労奉仕などで労力を賄った。 会場当初は森土スタンドだったが、1953年の国民体育大会に合わせて内野スタンドをコンクリート化した。その後、1967年の改修工事によって外野スタンドもコンクリート化され、大型スコアボードやネット裏の鉄算も設置された。この間高校野球、社会人野球などアマチュア野球公式戦が行われたほか、 プロ野球公式戦、オープン戦も開催された。だが、1980年代以降は老朽化の著しさが問題となり、市は公園内にある競輪場など他施設と合わせて改築、改修などを検討したものの、城山公園は松山城を控える国の史跡であるため、容易に改修を行うことができず、結局現地での施設維持は、 極めて難しいと最終的に判断され、市は1993年3月、市街地西部で整備が進められていた松山中央公園内に新たな市営球場をはじめスポーツ施設を建設することを発表した。こうして松山中央公園野球場が2000年5月に完成。また2003年6月には松山中央公園サブ野球場も完成した。 これに伴い市営球場は同年5月31日をもって閉鎖され、施設は2004年に撤去された。また2005年7月、市は市営球場の思い出の品として、市営球場で使用していた黒土を市民に配布した。公式戦は13試合を開催。内訳は1リーグ時代2試合、セリーグ9試合、パリーグ2試合。愛媛新聞社。 愛媛の野球100年史1994年212ページ。愛媛新聞社。愛媛の野球100年史1994年65ページ。この試合は、金田翔一の公式戦初登板だった。第1試合、第2試合とも同数。愛媛新聞社。愛媛の野球100年史1994年64ページ。ありがとうございます。